求めます。内閣委員長森屋宏さん。ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果をご報告申し上げます。本法律案は、原子力発電施設等の周辺の地域において、引き続き生活環境、産業基盤等の整備に必要な特別措置を講ずるための原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の有効期限を、令和13年3月31日まで10年間延長しようとするものであります。委員会におきましては、本措置法が果たしてきた役割、原発事故の発生等の踏まえた見直しの必要性、防災インフラの早期整備の必要性等について質疑は行われましたが、その詳細は会議録によってご承知願います。質疑を終局し、討論に入りましたところ、立憲民主・社民の木戸口理事より反対、日本共産党の田村委員より反対の旨の意見が述べられました。次いで採決の結果、本法律案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定をいたしました。なお、本法律案に対し、付帯決議を行いました。以上、ご報告申し上げます。これより採決をいたします。本案に賛成の皆さんの起立を求めます。過半数と認めます。よって本案は可決されました。この際、日程に追加して、日本国有鉄道生産事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律は、内閣提出、衆議院送付を議題とすることにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。まず委員長の報告を求めます。国土交通